モザンビーク、モザンビーク共和国、通称モザンビークは、アフリカ大陸南東部に位置する共和制国家である。南に、南アフリカ共和国、南西にスワジランド、西にジンバブエ、北西にザンビア、マラウイ、北にタンザニアと国境を接し、モザンビーク海峡を隔てて、東にマダガスカルとコモロが存在する。首都はマップト。旧ポルトガルの植民地であり、 1964年からモザンビーク独立戦争を戦い抜いた後の1975年に独立を達成した。しかし、独立後も1977年から1992年までモザンビーク内戦が続いた。内戦終結後は、好調な経済成長を続ける反面、HIV、AIDS の蔓延が問題となっている。ポルトガル語諸国共同体。 ポルトガル語公用語はアフリカ諸国の加盟国であるが、隣接国がすべて英語圏の国家であるため1995年からイギリス連邦に加盟している。正式名称はポルトガル語で、通称。公式の英語表記はリパブリックオブモンザビーク、通称モンザビーク。日本語の表記はモザンビーク共和国。通称モザンビーク。国名はかつて、 ポルトガル領東アフリカの首都が置かれたモザンビーク島に由来し、島の名前が全土を指す名前となった。独立後の1975年から1990年まではモザンビーク人民共和国だったが、1990年の憲法改正により現在のモザンビーク共和国となった。この地域には約300万年前から人類が居住し、生活していた。 紀元前後には三人、ブッシュマンが居住していたが、バントゥー系アフリカ人諸部族が広範囲に分布するようになった。紀元前一世紀には、ギリシャ人、ローマ人が沿岸部住民と交易するようになった。八世紀には、アラブ商人が金、銀を求めて港に現れるようになった。この地域の歴史は、十一世紀から十九世紀の部族、連合国の王の称号から、 アラブ人の商人が通称したモノモタバ王国に遡る。現在のジンバブエを中心に栄えたモノモタバ王国は、スワヒリ文明最南端に位置した都市である、ゲンモザンビーク領のソファラを拠点に、アラブ商人と香辛料や造下、金などの交易を行っており、中国の陶磁器やインドの綿製品も手に入れていた。1498年に、ポルトガル人のバスコダガマが、 希望峰を越えてこの地に到達したのをきっかけに、16世紀初頭より、ポルトガルの植民が始まり、17世紀半ばには、ポルトガルの植民地支配が確立し、通称の首都は、モザンビーク島に置かれた。モザンビークからは遥か遠くのブラジルにまで、黒人奴隷が連行された。1782年に、ローレンソ・マルケスが建設された。1807年に、イギリスが、 奴隷貿易を禁止した結果、西アフリカから奴隷を輸出することが困難になると、ポルトガルはブラジルへの新たな奴隷供給地として、モザンビークに目を向け、ザンジバルを拠点にしたサイードサイード王の奴隷貿易と相まって、19世紀前半の東アフリカ内陸部は、拡大する奴隷貿易の輸出用奴隷供給地となった。19世紀に入り、1858年に、 ポルトガル領では奴隷制度が廃止されたものの、劣悪な労働環境による契約労働制により事実上の奴隷労働制度が続いた。19世紀末に進んだアフリカ分割の中で、ポルトガルはモザンビークとアンゴラを横断しようとする計画を発表したが、1890年にイギリスの圧力に屈したポルトガルはザンビアとジンバブエとマウイの領有を諦め、 1891年の条約で現在のモザンビークの領域が確立された。また、同1891年に総督はイギリス・フランス資本の直居会社に開発の権利と司法権を除く自治権を与えた。このため、ポルトガルが急創四国であるにもかかわらず、独立後にイギリス連邦の加盟国となっている。また、ポルトガルの圧政に対し、 1894年のローレンソ・マルケス襲撃など先住民による抵抗運が頻発したが、それらはすべてポルトガル軍により鎮圧された。1898年にモザンビーク島からローレンソ・マルケスに植民地の首都が遷都され、以降ローレンソ・マルケスはポルトガル領東アフリの首都となった。その後、第二次世界大戦が終結し、脱植民地下時代に入ると、 アフリカ諸国のヨーロッパ諸国からの独立の波がモザンビークにも押し寄せた。ポルトガルのアントニオ・サラザール政権は1951年にモザンビーク等のアフリカ植民地を海外州と呼びかえ植民地支配に対する国際社会の非難を避けようとした。モザンビークやアンゴラは形式上本国ポルトガルと同等の立場であるとされ1959年の ポルトガルの開発計画により、モザンビークには3、800万ポンドが投資された。さらに、リンポポ川流域へのポルトガル人の入植や、港湾の能力拡大のための鉄道建設が進められたが、モザンビーク植民地の慢性的なポルトガルへの輸入超過を補うために、南アフリカ連邦の鉱山の黒人労働者の出稼ぎによって経済は支えられた。しかし、 形式上の本国との対等の地位と、事実上の植民地政策の矛盾は隠せるものではなく、モザンビークでも1964年9月に、エドワルド・モンドラーネを議長とした、モザンビーク解放戦線、リリーモがタンザニアを拠点に武装闘争を開始し、モザンビーク独立戦争が始まった。マルクス主義を掲げ、ソ連の援助を受けていたフレリモは、 冷戦構造の中で西側諸国の脅威であり、そのためポルトガル軍も強権を持って解放軍に対処した。1969年にモンドラーネは暗殺されたが、サモラ・マシェルラが後を継いで独立戦争を継続し、約10年を経てポルトガル本国でのカーネー新革命がきっかけとなり、1975年6月25日に、 モザンビークはモザンビーク人民共和国として完全独立を果たした。独立後、出国したポルトガル系モザンビーク人に代わって権力を握ったフレディモは正当化し、一等制による社会主義路線を推進した。社会主義を掲げるモザンビークは1976年の国連制裁決議に従って白人国家ローデシアの国境を封鎖したが、この措置は モザンビークとローデシア双方の経済に大打撃を与えた。1977年にポルトガル領時代の元秘密警察を母体としてローデシア諜報機関によって結成された反政府組織モザンビーク民族抵抗運動 MNR レナモは政府軍と衝突しモザンビーク内戦が勃発した。イデオロギー的正当性を書いていたレナモは当初は 成人男子や少年を強制徴収することによってしか兵力を集めることができず、暴力と恐怖を胸に学校や病院への襲撃作戦を遂行した。1980年にローデシアが崩壊し、黒人国家ジンバブエが独立すると、アフリカにおける反響の砦を辞任していた南アフリカ共和国は、ローデシアに代わってモザンビークとアンゴラの社会主義政権にして、 不安定化工作を発動した。南アフリカをはじめとする西側諸国の援助を受けたレナモは農村部で略奪、暴行を激化させたため、1984年にはモザンビークと南アフリカ両国の間にが締結され、南アフリカはレナモに対する支援を、モザンビークは ANC に対する支援を相互に打ち切り、両国の間で不可侵条約が結ばれた。しかし、 その後も実質的にこの協定は保護にされ、以降も南アフリカによるレナも支援が続けられた。さらに、1986年にはマシェル大統領が自己死し、公認としてジョアキン・アルベルト・シサノが新たな大統領に就任した。内戦が長期化し、経済が疲弊する中で、1989年に東側諸国の勢力低下と合わせて、 死者の大統領を率いるモザンビーク政府は社会主義体制の放棄を決定し、翌1990年に複数政党制と自由市場経済を規定した新憲法を制定した。さらに1990年から1991年にかけての大干ばつの影響もあり、和平交渉の結果、1992年にがローマで締結され、内戦は終結した。 内戦後の新政権樹立のため、1994年10月に国際連合モザンビーク活動 ONUMOZ の支援のもと、複数政党制による大統領選挙及び議会選挙を実施された。この結果、与党のフレリモが勝利し、新政権が創設された。内戦終結に至ったのは、死者の大統領の現実的外交、西側寄りに転換し、 南アフリカとの交渉を進展させたと経済政策の転換によく和平の道が開けたことが要因の一つである。1995年に南アフリカやジンバブエなど周辺の英語圏諸国との経済的結びつきを深めるため、それまでオブザーバーとして参加していたイギリス連邦に正式に加盟した。翌1996年にはポルトガル語世界。 ルゾフォニアとの結びつきを深めるためにポルトガル語諸国共同体に加盟した。1998年にはモザール社が南アフリカと日本などの投資により誕生した。和平協定締結後は安定した政治と年率8%の経済成長を実現したが国民の70%が貧困ライン以下で失業率も54%に達している。 シ者の大統領は2003年にはアフリカ連合 AU の第二大総会議長に選出され、さらに引退後の2007年にはもイブラヒム賞の第1回受賞者となった。現在は HIV、AIDS の蔓延が深刻であり、慢性的な医師不足の改善は進まず、国民の教育水準も低い。2005年の大統領選挙では、与党、フレディモから、 アルマンド・ゲブーザが新たに大統領に就任した。ゲブーザは2009年の大統領選挙でも勝利した。2014年1月には中華人民共和国の援助で新しい大統領府が建設された。大統領を国家元首とする共和制国家である。大統領は1994年1月以来直接選挙で選出され、任期5年。大統領のほかに、 行政府の長たる首相が存在する。立法二る共和国議会は一員制であり、全250議席はすべて直接選挙によって選出される。任期5年、1994年1月に国民選挙委員会が設置された。主要政党としては、社会民主主義、民主社会主義のモザンビーク解放戦線、フレリも、 保守主義のモザンビーク民族抵抗運動、レナモ有意、中道右派のモザンビーク民主運動、M、DM の名が挙げられる。司法権は最高司法機関たる最高裁判所が司さどる。モザンビーク国防軍は陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。総人員は約1万1200人であり、徴兵制を採用している。年の軍事支出は、 GDP の0.8%だった。独立時に主導権を握ったのが、社会主義を掲げるフレディモだったために、冷戦中は、国内の内戦の状況が、そのまま親東側政策に結びつき、親西側の立場から反政府ゲリラを支援する、ローデシアや南アリカ共和国などとは、敵対政策が続いたが、冷戦終結後は、西側諸国との友好関係を深め、 全方位外交を行っている。ポルトガル語諸国共同体の一員であり、ポルトガルやブラジル、カーボベルデ、アンゴラなどポルトガル語圏の国々、ルゾフォニアとは深い絆を保っている。周辺諸国との関係においては、特に南アフリカ共和国との関係が経済的に大きい。また、タンザニアとは独立戦争以来の友好関係が存在する。 隣接国がすべて英語圏であるため、1987年からイギリス連邦のオブザーバーとなっていた。モザンビークが南アフリカとジンバブエの民主化に大きな役割を果たした功績が認められたため、1995年に正式にイギリス連邦に加盟した。第5回アフリカ開発会議中の2013年6月1日に横浜で日本との間に投資協定が結ばれた。 織田信長の家来として活躍した安家は、現在のモザンビーク出身で、ポルトガル人により日本まで渡航したと推定される。1980年代以降日本に留学する者も現れており、ベンビンだ連れのように、長期間の留学を経て、日本で就職後帰国した者もいる。このベンビンだは、小学生向けの学習雑誌に読み物が掲載される、帰国の年には、 ラジオ番組で特別企画が長期間にわたって組まれるなどして多くの日本人に名前が知られている。モザンビークは10の州、プロビンチョ、プロビンシア、および州と同格の一つの市、シーダット、シダーゲに分かれる。主要な都市はマプト、首都、マトラ、ベラ、ナンプラガール。モザンビークの国土面積はアメリカ合衆国のカリフォルニア州の役に倍いに、 相当する。国土は、ザンベジ川によって、地勢上二つの地域に分かれる。ザンベジ川の北では、なだらかな海岸線が内陸部に入って、丘陵や低い大地となり、さらに西に進むと、ミオンボ森林に覆われた、ニアサ高原やナムリ、高原、シレ高原、アンゴニア高原、テテ高原、マコンデ大地のような険しい高原となる。ザンベジ川の南では、低地は広く、 マショナランド大地とレンボ山地が新南部に存在する。マダガスカル島とは、モザンビーク海峡を挟んで向かい合う。国内最高峰は、ビンガ山、2436メートル、2500キロメートル以上に及ぶ、海岸線には、熱帯のビーチと、サンゴ礁の浅瀬が美しく広がる。モザンビークには5つの大きな河川が流れており、最も大きく重要なものは、ザンベジ川である。 モザンビークには、ニアサコ、または、マラウイコ、シュータコ、シルワコと三つの湖が存在し、いずれも北部に位置する。欠片の気候区分によれば、気候は、熱帯雨林気候とサバナ気候に分かれるが、首都のマプトが位置する南部は冬季には、平均気温が20度以下まで下がり、5月から9月までは、比較的しのぎやすい。通貨は、シンメティカルであり、 2009年現在、1US ドルは、ほぼ27メティカルである。1000、1のレートで、9、メティカルと置き換わっている。旧通貨は2012年末までに、モザンビーク銀行によって償還される見込みである。US ドル、南アフリカランド、そして近年では、ユーロもまた広く受け入れられ、ビジネスの取引で使われている。法定最低賃金は月 60US ドルである。 モザンビークは南部アフリカ開発共同体、サドックの加盟国である。第一次産品の生産が主だが、鉄鉱石やマンガン、チタン、ジューサなどの鉱産資源も多い。日本向け輸出はエビが多い。1980年代は内政の失敗に加え、内戦や干ばつなどで経済は壊滅状態に陥った。内戦終結後も1999年。 2000年と続いて起きた大洪水などの自然災害などで経済は打撃を受けていたが1990年代後半以降から経済は急速に発展しており1996年から2006年までにネオ平均8%の経済成長を達成した。日本の三菱商事も出資したアルミ製錬事業のモザール社シュタル出資は 南アフリカの BHP ビリトンは2000年より事業を開始した。国内最大級企業であるも、ザール社はオーストラリアのアルミナを原料として輸入した上で、南アから供給される豊富、安価な電力のもとに、精錬の後にアルミニウムとして輸出しており、モザンビークの輸出市場での位置づけは高い。背景として、北西部のテテ州にあるザンベジン川流域のカオラ。 バッサダムの水力発電、植民地時代にポルトガルが建設。つい最近までポルトガル所有であったが、大量の電力を南アフリカに供給、売電していることがある。そのことが、南アから安価な電力をモザールに対して安定供給するシステムへとつながった。2010年9月1日、首都マプトでパンの値段が30%引き上げられたことへの、 抗議がきっかけとなり、暴動が発生した。警官隊が発砲し、子供二人を含む市民七人が死亡した。二日、政府はデモ隊が築いたバリケードを取り除くために軍隊を導入した。民間テレビ局 STV では10人が死亡し、27人が重軽傷を負い、140人が拘束されたと報道している。ちなみに、モザンビークは、 国民の70%が貧困ライン以下で世界で最も貧しい国の一つであると言われており、失業率も54%に達している。モザンビークでは長年エビなどの漁業やカシューナッツ等の農業といった第一次産業が産業構造の主要を占めていたが、石炭や宝石などの有機鉱物資源に恵まれており、さらに2012年からは大規模な天然ガス電の 資源が沖合に発見され注目を集めている。鉱物資源の背景は、モザンビーク北東部の地層が南北方向に傾いたモザンビーク帯と東西方向に傾いたザンベジ体間の分岐合流点に位置し、震源世代約8から5億年の作り山体であることから、長年の複合的な熱と変形がルビーやガーネット他の鉱物形成に、 理想的な温度と圧力をもたらしたと言われる。埋蔵量は約7億トンでモザンビークの主要鉱産物の一つである。日本政府の主導で石炭産業発展後可燃プランが進められており、2011年には探査活動の結果としてテテ州で約200億トンの飼料が報告されている。モザンビークでは 世界でも最大規模の埋蔵力を誇るガス電が発見されている。2003年には南アフリカ企業による陸上ガス電が生産開始し、南アとい輸出用ガスパイプラインで結ばれるなど、同国からの投資が近年増えている。また、モザンビーク北部沖合におけるオフショアの天然ガスの液化設備計画が三井物産らによって進められている。プラント建設は、 ジオダ加工建設と、ベイシービーアイ社、イタリアのサイペ編社の三社連合が受け負う。LNG の生産能力は、年1200万トンで、インフラも含めた、事業総額は少なくとも1兆円規模とみられる。1980年代後半からルビーが産出されるようになり、特に2009年以降になると、世界のルビー需要を担うようになってきている。北東部でのルビーまた、 パライバトルマリンも産出されており、ブラジル産やナイジェリア産のパライバトルマリンが枯渇している現状では良質な宝石質のパライバトルマリンはここでのみの産出となっている。エミキュービ、エロンウェイが40%、マコンデ人、シャンガーンヒト、ショナ人、スワジ人などのバントゥー系国人の諸民族が国民全体の99.66%を構成し、その他、メスチーソ、 黒人と白人の根ムラートが0.2%、インド人、インョ居が0.08%、ポルトガル系モザンビーク人を、主とする白人が0.06%とごく、少数の被告人系マイノリティが存在する。2007年現在では1500人から12000人に、達する規模の中国系コミュニティが存在するとも、推定されている。2010年代初頭より、 経済的停滞が続く旧宗主国ポルトガルから、経済的に勃興を遂げつつあるモザンビークに、専門職従事者の移住が進んでおり、首都マップトには、約2万人のポルトガル人が存在する、推定されている。公用語はポルトガル語、である。その他、バントゥーショ語、マクア語、セナ語、ソンガ語、ニュングルエ語、チェワ語、ショナ語、ロムウエ語、マコンデ語、ヤオ語、トーヤ、 北部では、スワヒリ語も用いられる。英,英連邦に加盟している国では、唯一、英語を公用語としていない。モザンビークの言語状況は複雑である。1997年のセンサスによれば公用語の、ポルトガル語を第一言語とする人々は、国民の8.8%であり、第二言語とする人々の27%を合わせても35%ほどにしかな、ない。 バントゥーショー語も、最大話者数を要するマクア語でも26.1%ほどにしかならず、諸言語が混在する状態にある。1997年のセンサスによれば、カトリック教会が23.8%、ザイオニスト教会が17.5%、イスラームが17.8%、その他が17.8%、無宗教が23.1%である。 1975年にポルトガルから独立して以来学校建設と教員の訓練登録は人口増加に追いついていない。特にモザンビーク内戦1977から1992の後、就学数は着実な若年人口の増加のため常に高くなっており教育の質は煽りを受けている。すべてのモザンビーク人は法律によって 初等教育レベルの学校に出席することを義務付けられているが多くのモザンビークの児童は家族の生活のために農場を働かなければならないため初等学校に通っていない2007年には100万人の児童が未だに学校に通っておらず彼らの多くは農村部の貧しい地域出身であるモザンビークの教員のほぼ半数はいまだに無資格である 女児の就学数は2002年に300万人だったのが2006年には410万人に増加し、就業率も3万1人から9万人に増加したが、就業率は著しく低い水準を保っている。7年生の後、生徒は中等学校に通うために標準化された国家試験を受けねばならず、中等学校は8年から10年までである。 モザンビークの大学の枠は極端に限られており、そのため多くの純大学教育を終えた学生は、すぐには大学の勉強に進めない。多くは、教員として働くか、無職となる。職業訓練を提供する機関も存在し、農業学校、工業学校、教育学校などは10年生の後に開ける純大学である。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の 七点自立は47.8%、男性63.5%、女性32.7%である。植民地時代の1950年の非七点自立は97.8%であった。2005年の教育支出は GDP の5.0%だった。主な高等教育機関としては、エドワルド・モンドラーネ大学、1962年や、 モザンビーク教育大学の名が挙げられる。出生率は女性1人につき約5.5人である。2004年の保険への公的支出は GDP 比2.7%であり、一方で同年の私的支出は1.3%だった。2004年の1人あたりの保険費は 42US ドル PPP だった。2000年代初頭には人口10万人に対して医者が3人だった。 2005年の乳幼児死亡率は新生児1000人に対して100人だった。15歳から49歳までの HIV 感染は10%を超える。モザンビークの HIV 感染率は高く、2007年の HIV 感染者は約150万人であり、感染率は12.5%である。2017年、マラリアとコレラの流行が深刻化した。 マラリアは2017年1月から3月の間に148万人が診断され、288人が死亡した。これらは3年連続の流行となり1222人が感染し、うち2人が死亡している。イスラームの沿岸商人とヨーロッパの植民者の影響にもかかわらず、モザンビークの人々は小規模農業に基づいた土着の文化を保っている。 モザンビークで最もよく知られたアートの様式としては、モザンビーク北部のマコンデ人による木彫品とダンスが特に有名である。中流階級や上流階級は、ポルトガル植民地時代の遺産と言語的影響を今も強く受けている。モザンビーク特有のポピュラー音楽のジャンルとして、ダンス音楽のマラベンタの名が挙げられる。 モザンビーク出身の著名なミュージシャンとしては、スワヒリ語で歌い、70年代に、東西領部ロックで活躍したアフリクシモーネや、マラベンタや既存話を歌う、女性歌手、ネーマ、マラベンタと、ヒップホップを融合した MC、ロジェールなどの名が挙がられる。文字によるモザンビークの文学は、植民地時代の20世紀前半にによる、ポルトガル語の詩によって始まった。これは、 アンゴラやカーボベルデといった大西洋側のポルトガル植民地に比べ約半世紀遅れたものだった。その後植民地主義を批判する死を残した女性詩人、ノエミア・デ・ソーザや、後の1991年にカモン・イース賞を受賞し、ポルトガル語世界で最も偉大な詩人の一人とされ、ジョゼ・クラベリーニャーにより、モザンビークのポルトガル語詩は発達を続けた。独立後には、 マルクス主義的なプロパガンダ詩が目立つようになった。独立後の注目される詩人としてはの名が挙げられる。モザンビークの小説の歴史は、によってポルトガル語で書かれた、ゴディド、1952年発表によって始まった。その後の代表的な作家としては、僕たちは、皮膚病にかかった犬を殺した、1964で、国内外からの評価を得たルイス・ベルナルド・ホンワナや、 1980年代から活動し、無有の大地、1992年などで新語の創造に励む都と、ウアララピ、1987でデビューしたウングラニバカ、コウサなどの名が挙げられる。モザンビーク国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一軒存在する。モザンビークではサッカーが盛んだが、2010年現在、 モザンビーク代表の FIFA フフワールドカップ出場経験はない。植民地時代にはエウゼビオなどの選手がポルトガル代表として活躍し、指導者ではカルロスケイロスを輩出している。陸上競技ではマリア・ムトーラがシドニーオリンピック女子800メートルで金メダルを獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。